ハッピーメリークリスマス。水曜日9時からはエルグエオニュース。やっぱ今日クリスマスやから来場ちょっと少ないな。全然なんだろうな、パソコンの電波がこう来てくれへん。ここに来てくれへん。え、何が？あ、来てくれへん。お前まだパソコンおかしい。え、映ってるよね、みんな見えてる？来た。あ、いけた。あ、いきなり112人になった。ありがとう。あれ、いけたかな。はい、エルカイオイデアンス、なんと2013年今日が最後の放送になります。はい、司会進行番組をお送りするのは私、エルクストリートジュラ・イ・サンタとタルスツリーです。タルスツリーって名前ちょっとかっこいいな。はい、そんな感じで送るエルクストリート、今日めっちゃバタバタやったな、本番まで。もう今の俺は今のまだ全然バタバタで終わってない。いけるいける。はい、え、皆さん、イブはいかがお過ごしでしたか？何してましたか、皆さん。みんな何してた？え、何決まってるでしょって。何が決まってんの？夜の営みか。まあ、そんな話聞いてないねんけど、別に。はい、そんな感じで。あれ、タウルス、もういける？あ、いけるよ、はい、全然いける。あの、話は合わせる。もういいから、それは。はい、ちょっとこっち見て。はいはい、はい、もういけますか。はい、行きます。はい、じゃあ、1週間どうやったか、いつも通り話してみて。だって、今日は最後の放送やからね、2013年。え、いかがでしたか、1週間は。仕事の毎日でした。え、終わり？なかった。あ、エルクストリートがちょっと大規模な、あの、ミーティングをしたぐらいです。その前にナイズチューブの忘年会もあったやろ。せやナイズチューブの忘年会でベロベロに飲まされたって話や。ほんで、あれめっちゃ飲んでたやん。なんだっけ、なんとかライクフィールベターや。違う、セキュリティフィールベターや。全然名前覚えてない。聞いた、あれ聞いた。やっぱ私は飲めない人が前もって飲んであれやったけど、聞いた聞いたで。なんていうの、飲んでしんどい、もう無理、吐きそうで、一本飲んで、あれいけるんちゃんって飲むやん。またお酒を飲むやん。まだ気持ち悪い気持ち悪いなるやん。フィールベターもう一本飲むやん。じゃあ次の日ちょっと頭痛い。あかんやん。いやでもあれで、その飲みすぎが自分で分かれへんからっていうことやで。その時は聞いてるから。え、あ、じゃあなんか聞いてんけど、二日酔いの時に、例えば今日めっちゃ二日酔いやわってなった時に、あれ飲んだら30分ぐらいで、あ、二日酔い治ったってなるの。多分なると思う。ってことはもう一個持って帰ってた。そうだから家帰ってから飲むようを忘れてたから、朝めっちゃ頭痛かった。あ、その人はさ、そんな知らんわ。フィールベターやった。がセキュリティフィールベターが聞き終わってるから、なんていう、聞き終わって酒の酔いが入ってくるわけよ、うわーって後から。それでも頭痛いってなってた感じかな。じゃあせっかくやからさ、これちょっと一気する。嘘嘘、シャンメリー、私飲まれへんからね。これあのシャンメリー。何の無茶ぶりだこれ。いや、セキュリティフィールベターあるから全部飲ませようかなと思ったけど、これはシャンパン、シャンメリーなので。じゃあこれ、あの、見てるみんなと、これだって見てるみんな、今226人やけど、今日いつもよりやっぱちょっと少なめやけど、仕方ないけど、でも226台分の人間は家に多分。なんで台数って答えたんだ。え、だってこれ人じゃない、台や。だから336台分の人間はまあそんな楽しいクリスマス送ってないってことやん。悪いけど失礼すぎるのそれは。いや、だって個々の楽しみ方があるんちゃうか。違う、そのなんていうかな、平日で仕事が終わって今家帰ったばっかりとか、その別に寂しくなくても、そのクリスマスを堪能してる人は多分見えへんやん、これを。
だから今見てるっていう人はクリスマスその寂しくなくても仕事だったり家でゆっくりしてたりクリスマスを堪能してない人だと思うのでエルクストリートと11時までクリスマスね、あとは2時間しかないし、一緒に堪能できるように私たちもこれサンメリーを飲むからみんなもそっちで買って一緒に乾杯してってこと、わかる？結果何が言いたかったか全然わからへんかったけど、だからみんなで乾杯しようってことだ、みんなで乾杯しましょうってことだ、はい、開けてください、開けて、メリークリスマスって言って開けるの、ハッピーメリークリスマス、開けていいの、うん、ボンでポンって飛ばして、ハッピーメリークリスマス、ハッピーメリークリスマス、じゃあこれ何この、なんていうの、入れてみて、言われてないこの中で何これ、入れてみて、入れてみて、ごめん、飲ましちゃう、スカート寒いやん、飲まし、打ち合わせになかったよ、これだって本番始まるちょっと前にスタッフさんが買ってきてくれた、しかも本番始まる直前まで、はい、行こう、マイじゃあみんな、ハッピーメリークリスマス、チーン、やるで、チーン、メリクリー、みんなもちゃんと画面の向こうで飲んでや、あーあー、この腐葉土の口の中に広がるこの腐葉土の香りが、 KPKP ってさ、クピクピって意味なんかな、もしかして、知らん、わかんない、乾杯ってこと、乾杯やって、何やねん、何クピクピってなんなの、いや飲んでる音、クピクピって飲んでる音、殴られてピクピクしてる人たちのこととかじゃないの、あ、そういうことね、はい、私らは、うん、あ、私らは24、25、今日25これやし、うん、24もいろいろね、作業に追われてたから、24日、ね、私家でクリスマスディナー作って3人でささやかにパーティーしてんな、そうなんですよ、ちょっとみんなにも張り切ったクリスマスディナー見てもらおうと思ってで、うん、写真ちょ持ってきました、お、見せてあげて、どうぞ見せてみてください、じゃーん、おー、やるやないか、まあそれもシャンメリーやけど、またなんか、何やったっけ、イカタ、あ、で、それで何やったっけ、もう一個料理が載ってるやつちょっと見せてみる、うん、作った、自分で作ったで、とスペアリブとすね肉牛のビーフシチューと、しいたけ、違う、きのこと魚介のアヒージョと、あとカプレーゼとイカタコのマリネを作りました、えい、アヒージョってどういう食べ物、食べたやん、ニンニクのやつ、アヒージョって意味よ、意味、それはすな、スペインの料理らしくて、アヒージョでどういうことなの、そうなん知らん、炒めるって意味なのか、いや、炒めるっていうよりは煮る感じやけどね、煮るって意味分からへん、で、そう、それで私、まあ普段から、まあ、ジュースもお願い聞いてくれませんって、何、いいよ、聞いてあげる、私にできることやったら、何々教えて、一応サンタやからお願いは聞くで、まあ、荷物運ぶ宅急便みたいな感じやけどな、サンタクロース、何だ、ほんとお願い教えてよ、今必死で売ってくれてんのかな、お願いちょっと今まだないからちょっと無視して、そうで、普段のさ、お料理はしてもさ、クリスマスディナーとかあんま作らへんからさ、なんかさ、ちょっと豪華にしようと思ってレシピをいろいろ見てんけど、ビーフシチューあれ作んのに赤ワイン1本入れてんねん、実は、おう、でフィールライクベターのまた宣伝、3時間ぐらい煮込んでんねん、なんか、でも普通ビーフシチューのルーってる裏にはさ、カレーみたいなさ作り方しか載ってないやん、それをする工程の前にほぼ1時間ほどワインで煮るんやんか、柔らかくするためにお肉、肉とじゃがいも以外の野菜を煮るねんけど、それだけで全然コクが違うんやなと思ったから、みんなちょっとこのレシピが知りたい人はネットで出てくるんやけど、また聞いて、美味しいから。誰に聞くの？私に、うん。今言ってくれへんの？そうなの持ってないもんレシピ。ああ。全部言おう。めんどくさいやん。じゃあ知らねえって。大丈夫大丈夫。ほんで何お願いは？あなたの
ここクピクピだねって言ってくださいって言っちゃったけど、どういう意味、うん、あ、ちょっと、あ、エッチな意味やったんかな。そうやろ、多分。ごめん、言っちゃった。あなたの、ここ。あー、そういうことか。それお願い。そんな、安いことでよかったのね。安いっていう判断が出ましたよ、安いっていう。はい、じゃあ、いつものごとくオープニングトーク。ごとくあの、行きたいですけれども、あの、ちょタル様。今日のおすすめ商品は何でしょうか。私タウルスが、本日おすすめする商品は、うん、このね冬いきなりまた急に寒くなってきたんで、うん、まあ、末端冷え性の持ち主の私が、うん、最近っていうか去年から、うん、ハマってるもの、うんうん、こちらダダーン。まあ、さっきこれドンキで買ってきてるんで、それめっちゃ家で着てるイメージある。これメンズ用のルームソックスっていうの、ふわふわのモコモコのやつ。これね、レディースとかもいっぱいあるじゃないですか、ちょっと可愛らしいやつとかあれをね僕が結構好きで履いてまして、はい、これをしたら結構 ね、はい、あのね、足の末端がね、はい、消えてこないんですよ、はい、だからまあこれがすごく僕の今のマット冷え性の僕にとってすごく助けになってる商品です、はい、でドンキホーテだったら2足で698円ぐらいで、うん、しかも今日は、うん、普通に履いてるっていうね、うん、履いてるっていうね、このやつね、うん、はい、以上です、はい、お疲れ様でした。はい、ごめん、私ちょっと集中力なくて、何やったっけ、あ、私のおすすめ商品は今日はね、これですね、エナジーバーです。プロテインバー、エナジーバー、こんなんやねんけど、私持ってんのは2つの味だけやねんけど、4つぐらいあるらしくて、もともと28カ国、うん、ではもう商品化っていうか、まあベタな商品なんかもしれないですね。そう売られてるけど、日本に今回初上陸したらしくて、海外版のあれかな、カルビーメイトみたいな感じで、あの、でも私これがめっちゃいいなと思ったのは、今ハリウッドセレブのダイエットってさ、めっちゃグルテンフリーって流行ってるやん、流行ってる、ね、それやねん、添加物一切使ってないってやつね、グルテンフリーで、ナッツと、あれなんていうの、ドライフルーツでなってるねん。こいつちょっと食べてみて、じゃあ美味しいから。これ、うん、また俺これこの前、あ、じゃあこっちの味食べてみたら。いや、じゃあこっちを食べたら、じゃあこっちの味食べてみたら。じゃあこれで1個210円でこのプロテインバーいただきます。アーモンド味で、なんか通販とか小売店、ダンススタジオとかヨガスタジオに売ってるらしいけど、私はたまたま友達にもらって食べてんけど、めっちゃ美味しいから、これなんかしかも健康に良さそうやから、なんか見た目はこんな感じかな、うん、家でなんかしててご飯作るのめんどくさい時とか、最近これ食べてたりしますみたいな。美味しいよ、すごい。私はカロリーメイトより好きかな、結構あの食感、カロリーメイトってさ、うん、ふわふわするやん、でもこれってもうちょっとカリカリってするやん。私はこっちの方がすごい好きで、だからすごいアメリカのシリアルっぽいっていう、うん、ああ、シリアルをちょっと凝縮して歯ごたえきっちりありますよ、うん、みたいなっていう感じの、うまいな、これこっちめっちゃうまい、うん、そう、美味しいやろ、うまい、そんな感じの。でもこれがカロリーが低いねんな。カロリー低い、いや、カロリーメイトみたいな感じやから、うん、カロリーを取らないといけない。そう、カロリーはあるけれども、そのグルテンフリー、異添加物フリーやから、そう、体にいいよってこと。完全に無添加やなってやつですよ、うん、完全に。なんか同じカロリーやけど太りにくいっていう意味やと思う、うん、このものの味する、そのもの、素材そのものの味っていう。そう、私ほんともともとめっちゃドライフルーツ好きやし、女の人ってドライフルーツを食べると、うん、あのお通じとかもめっちゃ良くなるから、なんかそういう感じがすごいする、食べたら美味しかった、うん、かハリウッドセレブが食べてそうな味するわこれ、うん、なんかわかる、うん、はい、こんなプロテインバー、エナジーバーというこのね、皆さんよかったらネットでもチェックしてみてください。チェック
見てください、うん、じゃあこんな感じで今日のエルカおいでやす2013年最終放送お届けする前にオープニングいくぞ。おーオレ一人やどうしようか。学校も始まってしまった。起立。礼。着席。先生遅刻した、ごめん。私オープニング時にトイレに行けなくてさ、実はオープニングトーク中ずっとトイレに行ったこと漏らしてないよ。漏らしてないよ。今ちょっと急いで行ってまいりました。はい、はい、本日12月最終週なんでイントロドンも今日で最後だと思います。あ、じゃあ今日はクリスマスにちなんだお題なのかな。歌舞伎調律メロディー学園ボリューム3。あ、ちゃんと今回3になってる、前1のままやったからな。じゃあそんな感じで行きますか。タオ様今日も、はい、うん、このねずっとボロ負けやけど、ちゃうで今のところ。言っとくけど負けてあげてんねん。絶対嘘やわ。すいません、これのペンいただきたいです。このねツリーの衣装ね、思ったより高かった。それ可愛いよね。私もそれにしようか悩んでん実は。やけどなんかなぜサングラスをしてるのかって言ったら、まあ東京プリンをイメージしてみる。懐かしい。はい、また消えへんし、なんこうって。はい、じゃあ早速1問目イントロドン行ってみたいんですが、いいですか。これはほんまにわからんわ、私。何それ。え、何これ。映画。すいません、もう一回。映画やろ絶対これ。ちょ、もう一回お願い。あ、ちょ、分かったかも。これ女の曲やで多分。コーンドン。いや、洋楽感ないだろ。俺洋楽のイメージじゃないな、これヒップホップっぽいな。音が洋楽よな、うん、ちょっとドンドンドンって入ってきそうな。へんよみたいな。ちょっともう一回お願いします。このさ、ドンって入る音が洋楽っぽいよな、うん、こう、ドンのドンが全然分からん、どうしよう。弾んでる。これ全然分からへんかったらもうちょっとだけ流してほしい。いけるんかな、歌い出すか。変わらない、変わってない。伸びてない。いや、歌い出す入るんじゃ無理なんやろ。歌い出す。私知らん曲やわ、多分これ。知らん曲やけど、洋楽やと思うけど、あの、それだと全然わからんすぎるから、私ちょっと当たってないけど似てるかなっていうのにするわ。知らないから。はい、はい、できました。間違った、私。え、皆さん分かりますか今の。あれ、漢字分からん。分かりますか。いいよ、出して。いや、これはそんな出してとか面白くないことせえへん。私字忘れたわ。ひらがなでいいやんじゃん、うん、アホやと思われるなと思って。今の難しすぎませんか。これなんなん、やっぱり最後の、私 Eminem かな。最後の章、最後の週やからあれなの、こんな難しい感じなの。まあいいや、はい、じゃあ私 Eminem で、うん、何かわからんっていうので Eminem っぽいなみたいな。俺の答えは、うん、ゴードンタ。しょうもない。まだ始まった。はい、もう一回。今のじゃあかん。もう一回今の。私、あの、でも椎名林檎さんの本能もこんな感じだなと思って。へえ。
じゃ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 って入るけど、俺 JG かエミネムなんかなと思ってる、うん、エミネムか JG っぽい、うん、はい、じゃあ答えお願いします。うそはは、編集しすぎやってる。こんなん全これも歌い出し入んねや、さっきのイントロの次。へえ、全然どういう始まり、全然知らんかった。どういう始まりやあれ、分からん。ゴードンターってタラタタラッタッなの、分からん。まあいいや、2問目お願いします。何これ、え、ちょっともう一回お願いします。いっぱいな、私今週全然不調やわ。私が簡単簡単って言うから難しくしてきたのこれ。これちゃうの分かってるけど、これでいいや。はい、いいよ、タウルス行って行って、早くタウルス行って行ってって言われてもさ、分かった。じゃあ、あれなってくる、あいつ名前なってくる、あの髪の、わかんない。どうも、さっき出して。はい、坂本龍一さんのなんか曲、歌やのにちゃうに決まってへんイントロドン、歌やのに絶対ちゃうやろ。私 C&K のみかんハート、あ、ちゃうよな、あれ今回、今回ジンの曲やな、これなあ。そうなの。でもジンの曲やけど、ジンの曲はもうあのサントラが好きすぎてこの曲全然はい、全然わかる。2対0やで。3問目お願いします。あ、これはわかるわ。題名が分かれへん、ラップまで歌えんのに。これは分かったぜ。これはみんなも簡単なんだ。これ今日難しいよな、みんなもな。うん、もうあんた答える気ないやろ。答える気ないじゃなくて、マジで出てけへんねん。ほんまに分からへんねん。ほんまに分かれへんねんって。もう俺の記憶はもうなくなってってんねん、毎年毎年、うん、はい。答えはこちらです。イッサがいてるグループ、なんかその時もしも君がってやつやろ。いい重い重いってやつやろ。あ、そうそうそう、ベイベー今ベイベーとか言ってたよな。そうだよ。えっていうラップ入んねん。そんなラップやったっけ。そうなんだ、言うやんな。違う、なんとかかんとかイソハニーヘドハニーみたいな感じ。あ、言う言う言う、イソハニーみたいな。はい、今1対0だからね。じゃあ4問目サクッといきましょう。あ、これは分かるわ。来たね、洋楽が。これは洋楽やで。ワンモア、もう一回かけてください。これはめっちゃ聞いたことあるな、これ、うん、これはタウルスも知ってるわ、うん、歌は絶対。僕の行く末密かに暗示する人ハニーやって誰かが言ってくれた。そうそう、僕の行く、すごいな。僕の行く末密かに暗示する人ハニーなんや。ハニーが僕の行く末を暗示してくれるんやな。そういう曲やったよ。僕の行く末密かに暗示する人ハニー。何やろ今の、何やろな。もうあれやで、みんな待ってる時間分かった。もういいよ、もういいよ。5、4、3、2、1、ゴー！ニッキー・ミナージュ。あ、違うね。
私クリスティーナ・ミリアでデピトロ。あーと思ったやろ。全然思わへんよ。嘘、全然聞いたことないよこの曲。ディピトロ知らんねや。クリスティーナ・ミリアン知りません。俺はミリアンは1曲、和服着てるミリアンみたいなやつ1曲しか知りません。デビューしてるみたいな時の曲しか知りません。 AM、PM のやつかな、うん、はい。これじゃあラスト問題、今2対0やからね、もうやるだけ無駄かもしらんけど、はい、もしタイルスが最後の点取ったら3点あげるわ、うんうん。おー、うん、もう完全に私勝てる気やん。でも私がそれで分かって3-3やったら、何3-3って、あ、分かった。だから、うん、私今2点やから、うん、私も取って3になった時はあなたが1000円やけど、うん、私が次あ取れなかったら3対2、あ、2で勝てるってことね、うん、まあ 1% のあれも見出せてないけど。じゃあ張り切っていきましょう、ラスト問題。もうこれわかる、これわかるな、これわかるやん、これわかる。あ、ちょっと待って、題名何やったっけ。あー、わかった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 、負けるとこやった。これはみんなもわかるやろ。誰は果てしないって言ったら絶対ちゃうやん。 OK です。ちょっと待って、私も絶対合ってる。これはあの一緒に出そう、これは。じゃあ、はい、よろしいですか。うん、せーの、ネリー&フューチャリングケリー・ローランドでジレンマ。ジレンマ、これで。でもちょっと、あ、やっぱり色褪せないね、はい、やっぱり。ヨアン答えクリスティーナ・ミリアン、ディピトロ、ちょっと間違ってたけど、はい、そうです。やっぱ3対3やけどタウルスが払うことになってしまいました、うん、まあね、今日も1000円ありがとうございます。はい、じゃあ CM 早速いきましょう、はい、先週ね、あのお答えできなかった質問のコーナーのが来てますので、皆さんちょっと CM お待ちください。バイバイ。なっちゃいましたが、先週から来て送っていただいてた質問の答えに答えていきたいと思います。タウルス読んでみてください。はい、行きますね。ペンネームエンドレスさんからいただいております。はい、エンドレスさんありがとうございます。こんばんは、いつも見てますよ、うん。
タイピングがうまくないんで、うんうん、コメントあまりできません。いやいや、ありがとうございます。というかコメント打ってたら集中できないから打っていないだけかも。あ、でもそれわかる、うんうんうん。今日はお二人に質問です、はい、時代はどんどん変わっていきますけど、うん、いつになっても変わらないものってあるじゃないですか、うん、エルクのお二人の中でずっと変わってないものって何ですか。あなたは何ですか。ずっと変わってない、ずっと変わってない。ああ、俺の一重とか。それは顔やん。整形しな変わらんやん。成長とともに二重になっていくかなっていう期待はあったり、そうしているもんね。小学校ぐらいの時はあったけど、期待してたんや。中学校2年ぐらいで諦めたよな。期待してたんです。多分ないなって。薄々。そういう感じのことなんかな。いや、私、うん、あれは気持ち的な面の話とかやろ。私、それちょうど最近思ってたことがこの質問で思い出したから、うん、言うねんけど、私すっごいウェッティが好きなんよ。ウェットティッシュのウェッティね、うん、知ってると思うけど。あ、車に知らんやつおらんやろ。いや、じゃあ、私のウェッティ好きよ。あ、それは知らんわ。知ってるやん、知らんの、うん、嘘。俺も、俺ばりに好きなやつおらんと思ってるから、ウェッティを。あ、そうだ。まあ、エルクウェッティの CM させてほしいな。いや、まず布巾がすごい嫌いなの。わかるわ。わかる。汚いやな。もう布巾って、私が布巾を使うなら毎日漂白するぐらいの勢いで使わないと、やっぱり毎日話の少々ね。そう、コーヒーのシミも汚く見えるし、うん、やっぱりあれってもうバイキンの巣窟に見えてくて、私は布巾がすごい嫌いやから、家でも布巾を昔から使わないんやけど、まあ、あんな先からずっとちょいちょい思ってたけど、うん、布巾な、うん、布巾などっちなん。私は布巾ってよ。まあどっちでもいいやん、伝わってんねんから。ほんでね、その布巾が、うん、あの嫌いやから、私は常にウェッティなの。で、部屋にもウェッティはあるし、うん、車にも置いてるし、うん、もう言ったあの何かどっか行くってなったらウェッティは常に持ってるわけですよね、うん、っていう状態やねんけど、うん、この間ウェッティを買って、うん、はっと気づいたことがあって。何気づいたの。ウェッティのあの箱って全然変わらんやん、昔から。あー、まるでこのシュッて取るやつ。でもこんだけ文明は進化してたら、もっと取りやすい方法が絶対あると思うねん、うん、あれって1枚ずついけるって言っても、切れてさ、もう中入ってまた開けて、こうほじくり返してここに通したりしなあかんかったりさ、うん、なんか結構めんどくさいやん、キューキューってなりすぎて、こうあの入り口出口がなんかさ、うん、こういうさ、うん、出口になってるものとか、あ、そう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 、こういう出口になってるものと、うんうんうん、ここがさ、ゴムみたいなやつ入れるやつと新しいのあるやん、この丸いタイプ。あ、わかるわかる。その丸の方が出しやすい、ね、そう、出しやすい。そうやね、こっちの方が最近やね、最新やね。そうそうそう。あ、これが旧式やね、うん、あの昔家にあったオレンジみたいなやつのがこれやったやん。100均の方はこっちやね。そう、でも100均のウェッティ分かんねん、もうカスカスやねん、中のウェッティとか。ウェット感が少ないんやろ。そうやねん、だから分かるわ。私はウェッティはちょっとだけ高めの除菌のアルコール臭が超するやつを、でも家中拭きまくんねん、車とかも。一番いいウェットティッシュってさ、あのさ、なんかどっかのホテルとかでもらえるさ、ちょっと分厚めのウェッティみたいな、あれや、1枚1枚、あれめっちゃいい、あれ1枚いい、あの布巾みたいなやつやろ、ほんまに布巾みたいなウェッティやろ。あれ欲しいよな。めっちゃ盛り上がってんやん、うん、俺ら。ウェッティの話めっちゃ盛り上がってんやん。いや、私ウェッティ大好きやけど、タウルスもそんな好きとは知らんかったなと思って。わかるわ。いやね、あの、まあ私ら同じやけどさ、犬もいるやん、うちは、うん、だからもうウェッティはもう欠かせないねや。ウェッティってもう汚い、ちっちゃい汚れも取れるやん。そう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 。いや、わかるわ。でもウェッティで拭いて、次の日ウェッティ感出てんねん。あ、めっちゃ嫌やねん。じゃあ、まあ、あの上からティッシュからキュ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 ってちょっとするってなってくれへんのみたいな、洗剤が残ったみたいな。でもこれあのウェッティのね、あの、うん、もし会社の方があの見てたら、うちらウェッティ好きをどれだけうまく話せるかっていうのは自信あるんで、うん、ぜひ、うん、あのこれはエルク問い合わせに。むしろもう僕らを読んで、あのデザイン性だったりとかを、もういいや、今もはい、ありがとうございます。そんな感じで、長年変化のないものを私はウェッティやと思いました。こんな答えでいいのか分からへんけど、俺は自分の人やと思います。はい、はい、じゃあ次に回せ、はい、ペンネームクリスマスなんて大嫌いさんからいただいております、うん、こんばんは。来週、あ、今週ね、うん、クリスマスですね、はい、お二人は25日は放送みたいですけれども、うん、イブはどう過ごされてるんですか。私はクリスマスが誕生日で、クリスマスにインパクトを奪われて、毎年自分の誕生日が特別じゃなくクリスマスパーティーと、うん、
同じにされます。あーかわいい。ケーキ1個のタイプやね。彼氏がいても大体プレゼントも1個、うん、女の子か。そんなの求めてないのにって毎回思うんですけど、これって言った方がいいと思いますか？言った方がいい。それともクリスマスと誕生日に1個でももらえるならわがまま言わない方がいいんでしょうか？よかったら2人の意見を聞かせてください。私やったら言うな。今日はキリストの誕生日かもしらんけど、私も誕生日やから、うん、クリスマス祝うんやったらちょっとキリストの分と私の分2個ちょうだいっていう。キリストの分関係なくね。いやでもさ、私も別にクリスチャンじゃないけど、なんでキリストの分のプレゼント私もらおうと。そう違う、そうじゃないよ、そういう意味じゃないけど、でも自分がねクリスマスジャイアンみたいな。じゃあじゃあ聞いてよ。あのクリスマスってさ、まあ、うん、そのお友達彼氏誰でもいいけど、うん、そうやって一緒に過ごす人がいたら大体プレゼント交換ついてくるやん、うん、やっぱり。ってことはそれはキリストの誕生日祝ってクリスマスを堪能するためにプレゼント交換をしてるわけやん。つまりそれは交換やん、うん、だってそれは クリスマスやから交換やん。でも誕生日の分は交換しないよねみたいな。え、なんで私だけ何かをもらうことはできないのみたいな気分に。めっちゃ一緒。私は間違ってたから関係ないけど、自分がそうやったらそう思うと思う。あれ、私誕生日なのになんで交換してんのみたいな気分になるから、あのこれはクリスマスのプレゼント交換。え、クリスマスってそもそも、うん、そのなんかプレゼント交換って、うん、日本だけなの多分。あ、うん、違う。アメリカはクリスマスツリーの下に置いといて、明くる日の朝来た時に、あ、サンタさんってなるのって。だからあれ、このツリーの下に俺の下にいっぱいプレゼントがあるわけや、うんうん、そうそうそう。しかも1人や2人の男の子とか子供たちのため用のプレゼントがたくさんあるわけよ、うん、1個じゃなくて、うんうん、そうそう。言ったら親戚とかがこの子のために買ってあげるってことで、そうそうそう、まあ、5個も6個もあるっていう、うんうん、この子らのものやこれ。そうそうそう。やっちゃうのこの人の話のやつって、うん、言ったらええ年齢になった外人たちも、うんうん、どういうクリスマスか。いやだからそれは交換になる。だからそれは、いや、それはさ、子供やからサンタクロースとしてあげるからお返しないけど、大人やったらサンタクロースおらんこと知ってるから、それは交換ある。サンタクロースはいてんで。誰か一人が配るとかめっちゃかわいそうやん。サンタクロースおるやん。サンタクロース協会とかあんの。それはおるけど、その人が全員の人口にくれるわけじゃないやろって言ってんの。まあ、もう。じゃあだから、なんて大人の外国人たちも、どういうクリスマスを過ごすんかなと思って。だって俺らのイメージある外国人のクリスマスって今言った、うん、いやクリスマスは大体家族で過ごすものやから、アメリカは。じゃあ恋人とは過ごさない、うん、恋人とは過ごさない。だ恋人と過ごすとしても恋人の一家と一緒にあのホームパーティーをしましょうみたいな。そういう時ってクリスマスプレゼント持っていくん。持っていくんちゃうか。誰のために持っていくん。だから交換するんじゃ。もう知らんのだな。アメリカ行ってきや、クリスマスにどっかの家族の家にホームステイして。アメリカ住んでたから聞いた。私クリスマスをアメリカの家族と過ごしたことはないもんだって。さすがに情報入ってくるから聞くやろ、アメリカに。アメリカんな、はい、それよりこのなペンネームのクリスマスなんか大嫌いさんのあれに答えてあげて。だから私は言った方がいいと思う。私やったら言う、うん、だって自分クリスマスかもしれないけど誕生日にプレゼント交換ってって気分になるもん、私やったら、うん、でもそれはその子のプレゼントや、うん、誕生日おめでとうのプレゼントや、うんうんうん、でクリスマスのプレゼントは交換してないって話や。いや、で交換もしたら2個もらうっていうので一番いいんちゃうと思う。ああ、やろ。じゃあ、うん、そうしたら、うん、だから言った方がいいってことよね、やっぱり、うんうん、クリスマスを全然祝ってないってことになるってことやな。結果クリスマスを楽しんでないってことやな。違う、誕生日を楽しんでないってことやって。いつもクリスマスにインパクトがあるから誕生日をできてなくてで交換してしまうから自分の誕生日がなくなってるっていう話。交換してる。だからそれを言った方がいいかって話。交換してんの。いや交換してるって書いてないけど、そういうニュアンスの話。分かった。はい、分かりました。じゃあそうしてください。うん、うん、いやだからちょっともう適当すぎるやろ、せっかくコメント。いやそうだからね。だから言った方がいいと思う。あの、はい、私が思うに男の人って、うん、あの多分気づいてない場合が多いと思うから、うん、あの女の子ってそういうの気づきやすいからお誕生日やんねとか言い合うけど、男の人って気づかないから、男の人には今日はクリスマスだけちゃうよ、私誕生日よってことをもっとアピールして。でもその子と付き合っててクリスマスが明らか誕生日だからといってクリスマス祝おうってなれへんやろ。
誕生日祝おうってなる。でもクリスマスも祝いたなるやん。サンタの格好とかもしたくなるやん。まあもういいか、うん、言ってみて、はい、ほんまにクリスマスで言ったらその日に2回会を開いてもらったらいいと思う。かあのイブにクリスマスパーティーして25そのお誕生日の日の方にお誕生日パーティーするとか、うん、何かちょっと彼氏と相談した方がいいと思います。そうしたら2回楽しめますからね、うん、じゃあ、はい、じゃあ、それでいきましょうか。と次の質問お願いします、はい、ペンネーム、うん、大晦日は大暴れさんからいただいております。大晦日は大暴れさん、ありがとうございます。質問コーナーはここでいいんですか。いいです。名前通りなんですけど、うん、毎年大晦日になるまで大掃除もしないでギリギリになってやっと年が明けるんだと実感します。わかるそれ、うんうんうん、なので大晦日は毎年大暴れですそういう意味ね。基本的に私はデブ症なんで、うんうんうん、夏休みの宿題とかもしないで、うん、8月31日に、焦ってするようなやつです。わ、うん、かりますよ。エルクさんはついしなければいけないことを後回しにすることってありますか。例えばそれって何ですか。つい後回し、私犬の散歩もう最後に後回しして、もう朝方なんてもうめっちゃもう寒くなって、ごめんフィフティ今日も散歩やめようってよく朝方フィフティに謝ってる。俺でフィフティうーって言ってるみたいな。俺は携帯を見ることかな。もうそれほんま後回しするよね携帯を携帯してないかのように連絡が取れないタウルさん。そのことについてすごく審議にかけられましたね、うん、でも私も大掃除は後回しにしちゃう。今ちょこちょこやろうとしてるけど、うん、なんかゾッとするよね。大掃除しようと思ったらゾッとするな。でもまあ30日に業者なるよ、ね、私は今年大阪に帰るので、それまでにはちゃんと大掃除しようとは思ってます。はい、はい、質問こんな感じかな。俺も頑張らないといけませんね。質問こんな感じかな、 かな、うん、じゃあ質問コーナーが終わりということで、はい、もう一回目の CM お願いします。みんなもうちょっと待っててね。フランスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。僕結構弱い方なんですけど、今飲んでます。恥ずかしい名前ですねこれ。この類のもの飲んでもあんま効かないんですけどね。うん、飲みやすいですね。すごいほんまですかこれ。一応70%だいぶ下がりましたね。確かにほんまこれおすすめやで。これほんまにこれみんな飲んでな。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。3255台今ありがとうございます。ありがとうございます。寂しい子羊たちよ。はい、はい、で歌のコーナー、はい、行きましょうか。はい、今日はね最近ちょっと持ち歌を歌ってなかったので、うん、ちょ最近ねあのライブとかでは歌ってない曲で、うん、エルクストリートのちょっと昔の曲にはなるんですけど、もうジャケットがこんなやつやつだな。あ、じゃあこんなやつやつか。それはラブソングやけど、あ、ちゃんとちゃんとそれ違うけどね。はい、あのスイートベイビーっていうね、 あのクリスマスチューンがエルクストリート1曲持ってまして、はい、ちょっと最近歌ってないんやけど、ちょっとね歌おうかなみたいな、はい、ちょっと恥ずかしいけど、みんな声出ししとかなくてもいい。ヘイヘイ、いけるんじゃないかしら。今日マイクを持ってくるの忘れたのよ。そんな曲ちゃうよ
はい、そう、Sweet Baby っていう曲で好きな人が死んじゃって会えないっていう曲なんですけど、でもアップテンポですみたいな曲です。別に会いたくて震えるような曲で、今日はスイートベイビー聴けるよ。ライブとかでももう多分何年も歌ってないんで、緊張するな。行こっか。ちょっと待って、いきなり入りすぎ。ちょっと待って、私まだ立ち位置にもついてないんですけど、びっくりした。とかちょっとプロー映ってんのがウケる。一番めっちゃツリーっぽいやん。ほら、星もちゃんとあれで、ここ一番星が。ネタバレしてごめんって何？そんな曲ちゃうで。そんな曲やねんけど。はい、じゃあエルクストリートのスイートベイビー聴いてください。雨は雪に変わり、灯る白い明かり、君がいない、見上げるクリスマスリー、僕の肩に涙たまり、積もるばかり、きっと来ない、来るはずない、君を待つよ、一瞬。僕のクリスマスイブ。2013年クリスマス、皆さんいるかおいでやす、見てくれてありがとうございます。2014年の、第1回目は1月8日水曜日放送です。2時間特番見てね。イブに思いを願い届けたい君に、今すぐに伝えたい、さえなる夜なのに、君は会いに行けない、星にいるから。忘れかけていた君の香りが、今降り続く雪と共に愛を得た気がした。雨は雪に変わり、灯る白い明かり、君がいない、見つめるクリスマスイブ。僕の肩に涙たまり、積もるばかり、きっと来ない、来るはずない、君を待つよ、一瞬。僕のクリスマスイブ。みんなは2014年クリスマス、会いたい人に会えましたでしょうか。会いたい人に会えないクリスマスを過ごした人も多いと思うけど、エルクストリートのスイートベイビーとエルクストリートのエルクアイおいでやすで、ちょっとでもハッピーな気持ちになってくれたら嬉しいです。アイ、君に見せたい景色、未だに君に会いに行くことすらもう願い叶わず、時に冷たく降り続ける雨に濡れてた、忘れかけていた君の声がすると、今降り続く雨の音に聞こえた気がした。クリスマスイブ。僕の肩に涙たまり、積もるばかり、きっと来ない、来るはずない、君を待つよ、一瞬。僕のクリスマスイブ。イブに思いを願い、届けたい君に、今すぐに伝えたい、せい未だに君に会いに行くことすらもう願い叶わず、時に冷たく降り続ける雨に濡れてた。ララララララ、みんなもラララ言ってみて。
ありがとうございます。エルクストリートでスイートベイビーでございました。はい、どう、みんなちょっと楽しい気持ちにならへんな。ちょっとはあのクリスマスをみんなも感じれてたら嬉しいです。嬉しいです。はい、あっという間な切ない曲、うん、なあ、そうやな。なんかしゃべらせる、え、なに、なんでマイク使うん、あ、ごめんそっか、マイクいらんねんな、もう癖や、癖そうやね、新曲じゃないです、これはね、もう結構前の曲で、もう3年ぐらい前かな、うん、最近歌ってないんやけど、はい、エルクストリートのスイートベイビー、エルクストリートの歌ですよ。うん、特番は1月8日ね。そうです、皆さん知らなかったよ ね、 ね、うんうんうん、2時間どうしようか、じゃあどうしようかって、もういろいろあるけどあのね、もう一個今日リクエスト来てて、はい、ちょっとこんなクリスマスのサンタの浮かれた格好してる時にあれやねんけど、うん、エルクストリートのあの糸っていう曲がまたこれまた切ない曲やね、あるんやけど、あのそれをね歌ってって言ってくれてる人がいて、あのそれの歌のをなんか作った思いも聞かせてほしいって言ってくれてて、はい、で、まあ私が糸は詩を書いて岡本潤が作曲って形やねんけど、あのよく実話ですかって言われるけど、まあ一応その実話で、でよく不倫ですかって言われるんやけど、不倫の曲ではないですね。でもまあ、そういうふうに思われるといいよ、そうそう、すごく、あのなんかもし自分の恋愛にそうやって映し合わせれた部分が不倫であったり他であったりしても、うん、それは全然嬉しいから、できるだけあんまりね内容喋るのはなんかあの聞く人の視野が狭くなる気がして嫌やねんけど、まあ簡単に言うと、あの好きやけど気持ちを言えずに、好きやけど伝えられずにいた恋愛があったとして、でそういう時ってまあいつも MC でよく言うねんけど、やっぱりそういう時ってさ、好きな人のさ機嫌を取りたいってすごい思うから、なんか自分の意見が実はあってもさ、例えばさリンゴ嫌いやのにさ、なんかあの俺リンゴ大好物って言われて、あ私もって言っちゃうみたいな、あるいはなんか全然好きじゃないのにみたいな、そういう感じのあの気持ちを歌った曲やねんけど、あと4分って言われて、多分やっぱ歌われへんからこれちょっとあの1月に持つこそかな、切ない曲、切ない曲聞きたかったんちゃうの、聞きたかったよな、今のこの説明の流れ、あと4分って言われたよな、か今日じゃあ、あの僕も歌って終わりやねん、もう歌でお別れしようか、うん、2,3 分の曲やねんから、3分ですよ、じゃあエルクストリートで糸を弾いてください。はい、緊張するな、終わりが切ない感じで終わるっていうね、ね、今日こんな寂しい感じで終わるけどごめんね、はい、なんかピッピッとか言ってる、音出しできますか、手に出会ってあの日、今まで歩んできた自分の道も何もかも全て救われた気がしました、うん、うようやく繋がった確かな細い糸、おいつもこの手に手繰り寄せ、絡まっては切れないように、まるで高価な宝石のように扱ってきました、すぐにでも切れちゃいそうで見えないくらい細いこの糸がどうか切れないように、あなたと過ごして泣いたり怒ったりすることはなく、身運用を満
に引っかかるかの夜繋がるこの糸に捕らえられて何もかも支配されて、たとえそれが牢獄のように見えたとしても私には白い花咲き誇る場所でした。すぐにでも切れちゃいそうで見えないくらい細いこの糸がどうかどうか切れないように、そしていつか儚くものにこの糸を見失うことでしょう。きっときっといつの日かそれでも切れた糸のかけらをいつまでもなくさない。エルクストリートのイトでした。ありがとう。めっちゃ暗い感じで終わってしまった。何いけ、えせやろ、俺のせいで台無しにするやろ雰囲気を。あと最後1分30秒ちょっと音楽聴いてください。お願いします。はい、そんな感じで今のがエルクストリートのイト、初めに歌ったのがエルクストリートのスイートベイビー、はい、ちょっと他の人の曲でリクエスト何曲来てたんですけど、ちょっと時間的に歌えなくてごめんなさい。来年引き継いで歌いますので、エルクストリート問い合わせ elkst.info@gmail.com までいつでもお問い合わせお願いします。あと2013年1月23日から始まったこの番組、1年間お付き合いありがとうございました。よっしゃ、皆さんのおかげで2014年水曜日1月8日が第1回目放送で、また送らせて、もらいます。でその日は、さっきも言ったけど2時間特番で10時始まりの12時終わりですな感じ。10時始まりの12時終わり、うん、でね、その日は2時間で、いろんな企画が番組の中にあるけれども、それでも時間はまだあるので、歌ってほしい歌、質問コーナー、いろいろ問い合わせはずっと随時受け付けておりますので、まあ、よろしくお願いします。ジュライのガチなウルトラソロも聞きたいねほんでタイルス早く、もう30秒前やから早くちょっと言い残したこと今年、来年はあの新曲を30曲上げる予定なので、あの皆さんお待ちしておいてくださいイエーイ。とりあえずもう10曲ぐらい今溜まってるんで、うん、2013年お疲れ様、良いお年を、はい、みんなの年をありがとう。じゃあねー、ハッピーメリークリスマス、あと1時間クリスマス楽しめよ、はあ、バイバイまた見てね、良いお年を。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。